こんばんは、対談の時間です。今日は、株式会社アッシュの、川辺さんに来ていただきました。川辺さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は、実際にですね、簡単な自己紹介から、スタートしたいと思うんですが、まず自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい。こんばんは、アッシュの川辺です。よろしくお願いします。私ども株式会社アッシュは大阪にあるブライダル演出の会社です。主にホテルやゲストハウスなどのキリスト教式結婚式のコーディネートを中心に年間約4000本の挙式を行っております。うん、すごいですね。そしてありがとうございます。3年前から仮想世界をブライダルに生かしたいなっていうことで新しいビジネスを手掛け、今年の3月にオープンシムを利用したブライダル 3D シミュレーター、ウェディングシムをオープンさせていただきました。4月1日には、リーガロイヤルホテル様のシムがオープンし、6月10日にはもう1軒神戸のリゾートホテル様のオープンを現在予定しているところです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。もう年間4000本っていうとすごい量ですね。ですね。かなりの量だと思います。とすると、なんか毎日何本かやるっていうような計算になりますけども、そういう感じなんでしょうか。はい。結婚式っていうのはほとんどが土曜日と日曜日にありますので、はいはい、土曜日、日曜日もこの週末は毎日何十本、多い時は100本ぐらいあります。本当にじゃあ週末がほとんどそれでもって結婚式で潰れてしまうような形になりますね。ですね。仏滅の日以外はそんな感じですね。なるほど。いや、本当に大変なお仕事と思いますが、本当それだけのね、ものをこなしながら、実際にでも、リアルでもって、そのライダルの企画ですとか、イベントの運営ですとかされてたんですが、まあ、このセカンドライフに、実際に入ろうと、もしくは入る、きっかけになったのは何かあったんでしょうか。はい、そもそもは私が個人的にセカンドライフにはまったっていうのが事実なんですね。なるほど、なるほど。ちょうど2007年の夏にセカンドライフを知りまして、はい、そして初めてインしてもう1週間ぐらい経った時に、あ、これは絶対ブライダルに向いてる、ブライダルで何かやりたいっていう気分になりました。あ、なるほど、なるほど。あ、そういうことだったんですね。まあ、この仮想世界に入って、やはりその中でもって、まあ、入った時に感じたこととかあるんですけども、その時に、何がこう、なんていうんですかね、例えば、ブライダルに使おうとか、実際のリアルの、まあ、ブライダルのことでもって関係で使えるんじゃないかなっていうきっかけになったことっていうのは何かありますでしょうか。ブライダルって大体結婚式場とかホテルでやるんですけれども、はいはいはい、すごく、いっぱい結婚式があって、うんうん、見たい日に見たい時間にチャペルが見れなかったり、うん、それから、見に行っても自分がやりたいと思ってるテーブルレイアウトやテーブルクロスの色と違うセットアップになってたり、はいはい、なるほど。いろんなことがあるんですね。ああ、もう自分の思い通りって言ったら変な言い方ですが、思ったようなものをその時に体験できるとは限らないということですね。そうなんです。でも一晩で何百万って使う大きな買い物なのに、それはないだろうって感じがしたんですよね。なるほど、なるほど。確かにそのおっしゃる通りですね。かなり人生でもね、まあ一回にしたいと思いますけど、一回かあるかないかの大変大きな買い物ですから、やはりそれには慎重にもなりたいし、よく確かめて吟味した上で、まあ、行きたい、イベントを行いたいというふうに思うのは当然ですよね。そうですね。なるほど。で、まあ、リアルではなかなか見れないけども、この仮想世界の中だったらば、見れるようになるんじゃないかっていうのを思いつかれたわけですね。はい。それに、仮想世界だったらもっといいことがあるんです。ほうほう。例えば、離れて住んでるカップルが、バーチャルの世界で実際にチャットをしながら会場を見ることができる。
っていうのがあります。なるほど、いいですね。その場所にね、行かなければいけないっていうことはありませんから、特に遠距離恋愛でもって、地方の方々が、今度、挙式をね、どこかであげようというときには、大変便利ですし、変ひょっ便利とです。すると、都会に出てきてる方々が結婚するときに、親御さんですとか、地方のですね、親戚の方も一緒にということも可能なわけですよね。そうなんですよ。パソコンの後ろでおばあちゃんが見ることもできるんです。大変そういう面では理そういう想面的では、な、そうです。プラットフォームといいますか、3次元の仮想世界だなっていうことでもって、あると思うんですが、ただやはり仮想世やは界っりて言っ仮て想も、世界一というと、筋縄にはなかなかいかなかったと思うんですけども、どうだったんでしょう。そうですね。3年前、セカンドライフで始めたときは、とにかく未知のものですし、それにまだ、セカンドライフを動かすのに、まだパソコンのスペックが追いついてなかったので、クライアントにお話をしても半信半疑で、そんなことあり？みたいな感じで、なるほど、なるほど。その時はどうやっその時てはどうやって説得されたんですか？もうどんどん実物を作っちゃって、見ていあ、たなだるいほど。て、で、飛んだり踊ったり跳ねたり着替えたり、いろんなことをやってみました。なるほど。でも、あれじゃないですか、でもあクれライアか、ントさんのとクライアころントにさんそののところにデモをするっデていうことモをですもる。結構難しかったんじゃないでしょうか。インターネット回線がホテルの場合はセキュリティがきついですから、見ていただこうと思っても、なんかカクカクしたり、ああ、確か e に。モバイルが届かなかったりと、トラブルはたくさんありました。そうでしょうね。まだまだインフラはまだね、インフラはね、整ってるとは言いにくいと思いますんで、そういう部分では大変だったと思いますが、でもそうやってお客さんを取ってきたわけですよね。そうですね。幸い理解していただけるクライアントが現れて、やってみようっていうふうに言ってくださったので、日の目を見ることができました。素晴らしいです。逆に言ったら、こういう新しい試みの場合には、失敗も含めていろいろあると思うんですが、やっぱそれが一つ一つ前に進むね、きっかけになっていくと思いますので、でもどうでしょう、じゃあセカンドライフを始めてみられて。今は実際はセカンドライフではなく、オープンシムを使っているんですね。そして、オープンシムっていうのはご存知の方があるかもしれないんですけれども、やっぱり負荷を軽くするために、セカンドライフほどまだコンテンツは充実してないんですね。特に機能面が。で、そうですそこが、ね。もっともっと充実してくれば、クライアントもお客様も満足していただけるようなものを提供できるんじゃないかなって、すごく楽しみにしてます。なるほど、確かに。実際に、実際に、クライアントさんに使っクライアていントたさんだに使いて、で、っ普通て、のユーザーさんがですおね、客さん見が、に来るとかっていう時に、やっぱりいろいろな障害とか、もしくはちょっと難しいなっていうような、そういうような意見はいろいろあったんでしょうか。そうですね。やはり、だいぶ、負荷が軽くなったとは言っても、まだ、ちょっと古いパソコンをお持ちの場合は、ログインができなかったり、それから、一般の方って結構チャットに慣れてらっしゃらないので、なるほど。急に話しかけられると、引いちゃうんですよね。なるほど。で確すかから、に。もう少し、私たちのようなセカンドライフに慣れしている人間じゃない目で見なきゃいけないなっていうのは感じました。なるほど。そりゃそうですね。この間聞いたお話によると、やはりこのセカンドライフに来てる、セカンドライフという仮想世界を実際にやってる人と結婚をしようという人たちのこのマーケットの違いだとか、もしくは、実際にですね、パソコンをやられてる人たちと、そういうような、例えば、アシさんですと、会社がですね、大阪なので、大阪近辺のやはり、イベントということになると思うんですが、そこに住んでる方々とか、やはりそういうふうに絞り込んでいくと、なかなかそこのマッチングも難しかったというようなお話もあったんですが。そうですね。やはりウェディングシムという名前で立ち上げたのは、ウェディングに興味のある、需要のある方に集まっていただきたいという思いで名前をつけて、そしてサイトから誘導するようにっていうふうに始めました。で、オープンシムですと、補足説明になりますけども、ウェブからね、中に入ることができますからね。それが一番の強みでしたね。そうですよね。そうすると、
ウェブでもってホームページに来た人たちが実際にその、まあ、体感できるというか、まあ、後ろにも絵を何枚かね、提供していただきました。こういう形で見られるんですけど、これはやはりオープンシムの世界なんですか？はい、そうです。オープンシムの中に埋め込まれた 3D 空間の画像ですね。なるほど、素晴らしい。上はチャペルですかね。はい、上はチャペルで、こうステンドグラスなんかを見ていただいたり、それから、はい、上の右側のブルーのテーブルクロスは、はいはいはい、クリック一つで色が変えられるんですね。なるほど、なるほど。そうすると、お客さんが自分の、まあ、披露宴では何色のテーブルクロスを使おうとかっていうのは、こうクリックしながら確認できるということですね。そうです。ですから、このクロスにこのお花、うん、そしてこのチェアカバーっていうふうにコーディネートができます。ああ、素晴らしいですね。これは実際に、例えば私も結婚式やったことないんでよくわからないんですが、はい、テーブルクロス、例えば色によってお値段が違ったりとか、もしくはこう、はい、組み合わせで値段が変わったりとかっていうのもあるんですか、お花とか。ありますね。ですから将来的にはこの中で見積もりも出せたらいいなって思ってます。いいですね。例えば人数も含めてですよね。はい、そうです。そうするとテーブルの数が人数でもって変わったりだとか、もしくは、はい、そのね、会場の雰囲気とかっていうのも味わえたりとかっていうような感じになると、もっともっとやる前に自分が何を買うのかっていうのを確認できるというところが、まあ、先ほどね、おっしゃってましたけども、壁さんもおっしゃってましたけども、やはり高い買い物なので、買う前にゆっくりと吟味したいというところにニーズがあるということですね。そうですね。本当に納得してその日を迎えていただきたいという思いがあります。なるほど、なるほど。まあ、そういう中でもっていろいろされてきているんですけども、今後、このブライダルっていうのは、これ、まあ、結婚はね、リアルでは絶対なくならないと思うんで、仮想世界と結びつきながら、今後どのような展開とかっていうのを考えていらっしゃるのでしょうか。はい。実際にいろんなクライアントさんとお話をしてみると、仮想世界をどういうふうに使うかっていうことに関してもいろんな種類のニーズがあるんですね。はい、おー、ぜひぜひ聞きたいですね。はい。ですから、オープンシムとかセカンドライフとか、それからあるときは 2D の写真だったり、はい、あ、なるほど。いろんなもの、はい。で、アバターが大事だったり、アバターはいらないけれども、それよりもシミュレーションが大事だったり、ああ、なるほど。ボイスチャットが大事だったり。違いますので、そういうものにフレキシブルに対応して、一方的に押し付けるんじゃなくて、クライアントの望んでいるものを提供できるような仕事の仕方をしていきたいなと思ってます。なるほど、素晴らしいですね。要するに、その仮想世界を通して、まあ、ユーザーのニーズといいますか、知りたい情報を与えると。で、それはあくまでも2次元とか3次元とか、もしくはもう本当に情報だけということもあり得るということをうまく使い分けてということですね。そうですね。そうやって、私の大好きな仮想世界の成長を見守りながらやっていきたいなっていうふうに思います。やはり、まあ、川辺さん自身としては仮想世界が大好きということで。本当に好きみたいですね。いや、本当にこれだけ入れ込んで、実際にビジネスにですね、やられてる。まあ、これが本当に多くの人が入って、まあ、誰でもね、セカンドライフなり、もしくは仮想世界の中でもって、活動するのは何とも思っていない時代になれば、もう本当に素晴らしいことなんですけど、かなりこう先陣を切って、もう本当に風当たりの強い中、すごい頑張ってらっしゃるなと思って、今回もね、来ていただいたんですけども、本当ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あとは、あれですね、仮想世界の中でもイベントトークができると楽しいですね。はい、どんどんやっていきたいと思ってます。よろしくお願いします。まあ、こうやって話してると、あっという間にですね、時間が来てしまうんですが、いつもながら、最後ですね、1分ぐらい持って、はい、アシさんのですね、コマーシャルというか CM をですね、ぜひともお願いいたします。はい。夢が本当に形になるのかっていうふうに疑問を持ちながら、戦いながら3年間やってきました。で、これからが勝負です。あっという間に
世界中のリアルをバーチャルワールドの中に作り込んでいきたいと思いますので、どうぞ応援していただきたいと思います。そして一つだけちょっとお知らせしてもいいですか？あ、もちろんもちろん、どうぞよろしくお願いします。明日、実は明日の5月29日土曜日なんですけれども、はいはい、22時から24時の間に、はい、セカンドライフの道頓堀シムにて、はいはい、リアルの政治家さんによるスペシャルフォーラムを行います。お、面白そうですね。はい、ウェデングとはちょっと違うんですが、これも実はプロデュースをさせていただいていまして、はいはい、衆議院議員の高橋正一さん、はいはい、熊田敦さん、おお、そして特別ゲストで池谷幸雄さん、はいはいはい、でテーマは国政選挙におけるネット解禁についてというタイトルでスペシャルフォーラムを行いますので、もしお聞きになって興味をお持ちになった方がいらっしゃったら、はい、ぜひいらしていただきたいと思います。私、司会進行をしておりますので。あ、本当に楽しみですね。それはまあ、これからやっぱりね、ネットの使い方、仮想世界の使い方もいろいろな形で広まっていくと思いますので、はい、はっきり言ってユーストリームが広まったのも、事業仕分けをユーストリームでやったからだっていうというぐらい、やはり今皆さんの興興味のあることが中で行われていれば、やっぱり乗り込む人は増えてくると思うので、ぜひともこういうようなイベントは ね、はい、進めていただければと思いますね。楽しみにしております。いや、本当に今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。